よし、今度は負けないぞということで、どうもライスゲームズのライスでーす。いや、今回はね、まあ、ちょっと20回でレベル17というレベル低い状態で、不幸の杖を3つ持ってて、つけてなかったな。不幸ね。不幸の杖を3つ持ってて、あれ？あれ？柳とか持ってたっけ？まあいいや。で、ブフが多分ね、あと残り2、3回ぐらいなんだよな。で、傾いたやつに鬼面武者が入ってて、一応ね、骸骨魔人のね、肉があるんでね。まあ、なんとかできるでしょう。どうしようかな。またね、満腹度が全然ないというね、状況に陥っているんですが、今回はね、大きなおにぎりがあるから、ちょっと進んだ後に大きなおにぎりを食べてから、使い捨ての装備、使い捨ての、ね、盾をね、今回手にが、お、手に入ったけど、あれだな、今回下がすぐいけるな。ギリギリまで行こう。ギリギリまで行こう、ギリギリまで。あー、子供戦車うざいな。こうかな。子供戦車じゃない、子供タンク。おい。チビタンク、チビタンク、チビタンク、チビ。よし。で、ここでおにぎり食べよう。おにぎり食べて、下行って、あー、まだいるのか。これ、チビタンク、うざいよ。くそ、ここまで、ここまで頑張ってきたんだ。チビタンク、よし、いいぞ。よし、じゃあ、こっち行ってから回復して、で、ここで使い捨ての盾を装備した後に、降りると。よーし。そうすれば、と思ったけど、関係ねえな、お前は。お前は関係ねえな。そろそろレベル上げをしたいところなんだが、ちょっとまだできないな。不幸2回振って、いや、ないな。ここの、柳の杖がわかんねえんだよな。後ろ下がるか。そして、ブフ振っとく。はい。よし、OK。お前は危ない。で、ここ、眼光戦車がおるのはちょっときついな。盾装備したらもったいないな。じゃあ、これ装備して。もうね、前回はすごいね、変な巻き方したからね。今回はね、ちゃんとやりたいんだけど、癒しウサギ欲しいな。おお、来た、やった。癒しウサギはほぼ無敵だからな。ほぼ無敵。1対1ならね。1対1ならほぼ無敵だけど。そろそろさ、ミノタウルスとか本かな。お、いいね。いいツモだ。ミノタウルス系が来たらね、レベル上げができるんだけどな。あ、またいるよ、お前。あ、絶対撃たれると思った。むし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 。むしむしむし。あ、びっくりした。その高い突っ張りとかあるんだよ、びっくりした。は、いいよ。怖え。ホラーより怖えよ。カラクロイドは強いから、不幸打っても見ないから、これ柳ちょっと見てみるか。はい。はぁ、なんだよこれ、柳なんで、柳が不幸か。あれ、どういうことだってばよ。こっちなんだ、痛み分けか。いた。どうしようかな。骸骨まで。はい。止まった。ああ。やめて。やめて。癒しウサギ。回復。死ね。死ね。から黒い。ああ。これはまずい。あ、でもこれ一生死なんぞ。あ、待てよ。一徹なったら二回行動するんじゃなかったっけ。いや、大丈夫なはず。あ、50しか回復せんのかよ。死なんやったー。マジかよー。50しか回復せんのか。絶対マックスになると思ったわ。うーわー、うーわー、バカたれー。
開始5分で終わったよ開始5分で終わって、ふざけんなよバカ野郎、ここまで頑張ってきたじゃないか。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。